しゃいませ。皆さんこんばんは。こと美容部員の野田さんです。いらっしゃいませ。さて、緊急事態宣言が出てから皆さんお家ではいかがお過ごしでしょうか。メイクする気も起きないですよね。そうなんです。私もね、全然メイクとかしていなかったんですね。でもやっぱりこのままじゃメイクの楽しさも忘れちゃうと思いまして、百貨店とかもね、今お休みになっちゃっていると思うんですが、オンラインで買えるコスメっていっぱいあるので、今日はちょっと和田さんのセレクトコスメをちょっと何本かにわたって配信させていただきたいと思います。実はですね、まあ、1本まとめて先日撮ったんですけれども、素材自体がね、1時間ちょっとぐらいになってしまって、でね、全部お見せしたいんですけど、全部お見せると1時間になっちゃうので、ちょっとこう分けてお見せしたいなと思っております。まあ、和田さんセレクトコスメなんですけど、まあ、新作から、お気に入り、そして、まあ、気になってたものとか、あんまりこう新作だけに限らず、今回は厳選して、紹介していきたいと思います。配信提言はまだ未定なんですけれども、ディオールとベアミネラルと高原堂と LB と RMK、 このコブランドの中でなんか本当 2,3 種類になっちゃうんですけど、ちょっともうオンラインショッピングみたいな感じで楽しんでいただければと思います。販売いたします。ということで本日は第1弾ディオールとなります。はい、ということで実際にちょっと私がつけ心地とか良さとかね、お伝えしてどれ買おうかななんてね、ちょっとルンルンになりながら、見ていただければと思います。実際にやっぱり色味とかね、ツヤ感とかね、お客様見たいですよね、ですよね、見たいですよね。そうなんです。なので私はちょっと今日はほぼほぼベースだけを仕上げております。あ、つけまぼつけてた、すいません。はい、あのね、私以前あの朝銀魚の動画でも、朝銀魚がディオールのアディクトリップグローオイルをつけてて、すっごい可愛かったんですよ。すっごい欲しかったリップオイルなんですけれども、こちらパッケージも見てください。このキラキラ可愛い、もう手動で回らせたいぐらい。商品名がディオールアディクトリップグローオイルですね。今回ちょっと2色こちらを紹介していきたいと思います。あ、もうめっちゃ可愛い。このさ、中に透けて見えるちょっと太めのチップがめちゃめちゃ可愛いですよね。ちょっと ASMR いきます。おお、こんな感じで、すごい、チップが分かります？お客様、結構ね、太いんですよ。すごい太いの分かります？で、若干ね、こうカーブしているので、カーブしたところがこう唇にフィットするっていうのかな。すごい、すごいです。おー、ほんのり分かりますかね。わ、かわいい。あ、時間が経つと結構あれじゃないですかね、オレンジっぽくなってる。あ、ちょっとかわいい、そうでしょう、かわいい。これ、蜂蜜のようなテクスチャーですね。こうつけてないとこ、つけたとこ、つけたところからじんわりとこうサーモンピンクっぽさ、これね、コーラルっていう色味なんですけれども、結構たっぷり、すっごい可愛くないですか、これやばくない。あ、やっぱ正解だな、これね、かわいい。つける前とつけた後じゃ落ちる。ああ、もうこんなことしてるとちょっと本当に時間が持たないよね。唇がね、お客様とかもし乾燥しやすかったらとにかくおすすめです。私すごい乾燥しやすいので、あの今ねつけててもなんかリップクリームみたいな、え、なんだろう、すごい。あとほんのりやっぱりメンソールちょっとこうスーッとするので、長時間なんか嫌味なくつけてられる、なんかメイク感覚じゃないですね。ちょっと一応もう一色ね、紹介しちゃいたいと思います。あー、かわいい、もう一色こちらですね、かわいらしい、こちらです。あとね、結構なんだろう、開けるときにわかります？結構ね、こう絞ってくれるので、液体を意外とね、ゴッテリとかつかないのがね、すごいいいかもしれないです。で、こっちのカーブしている方をフィットさせると薄く塗れますし、フィットさせないとたっぷり塗れる
感覚。あ、可愛らしい。先ほどのコーラルと比べるとちょっとね、大人の色気風の赤みがやっぱりね出ますよね。こっちはね、こちらはナチュラルメイクとか普段使いでもいいですね。こっちも普段使いでもいいですよね。どう思います？はい、今ちょっとメイク落としで使わせていただいているのも、これ公園堂のクレンジングシートリラクシングアロマって言うんですけど、これ本当におすすめなのがちょっとね、分厚いんですよ。で、わかります？触ります？ね、どうですか？そうなんですよ、結構ね、こう頑丈で、お名前の通り本当にね、うっすらとこうアロマの香りがするので、あ、ちょっとカッていっちゃった、喉になっちゃった。メイク中とかもね、本当にリラックスしながら、拭けます。これはですね、かなり新作なんじゃないかなと思います。ディオールアディクトリップマキシマイザーの、かわいい、あの東京ピンク、かわいい。私マキシマイザー大好きすぎて、持ってます？ね、そう、何個持ってるかな、 3個ぐらい持ってるんですけど、こういうちょっと、あ、かわいい。こちらはですね、変更パールが結構な量入っていまして、唇にのせた瞬間すごいドーリーな青みピンクになるにもかかわらず、変更ラメがかなり細かいんですよ。見えます？かなり細かいから、すごいなんか品がありますね。こんなに品があるね、変化ラメのリップは珍しいかも。あー、ちょっと邪魔ですよね、すいません。あれですね、やっぱりこれリップクロスじゃなくてマキシマイザーですからね、普通にこうケアしながらこんなに可愛い唇に出ちゃうんですね。可愛い、これちょっとつけたままにしよう。ディオールさんからちょっと紹介した3つはリップまとめで紹介しました。かわいい、ありがとうございます。気になる方もぜひホームページ見てみてください。お客様ご来店ありがとうございました。本日はディオールをご紹介いたしました。次回はですね、ベアミネラルのアイシャドウパレット、そしてこちらも大人気のハリがパーンと出る、ジェルファンデーション、こちらの2つのご紹介をしております。ぜひご来店お待ちいたしております。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。